これから花物語厚木中央をご紹介いたします。当施設は厚木市妻田西にある2019年2月に開設したグループホームです。幹線道路から離れた閑静な住宅街にあり、家庭的でアットホームな雰囲気が特徴の施設です。建物の外観は綺麗で、鉄骨造り2階建ての造りです。ワンユニット9名での共同生活で、落ち着いた環境の中でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。また日中はご入居者の方々と様々なレクリエーションを行っており、日当たりの良いリビングでは活気のあふれる時間も流れています。信頼のできるスタッフが皆様をしっかりとサポートいたします。スタッフ一同皆様のご見学をお待ちしております。